信長が上洛を果たしてなお、越後の上杉、甲斐の武田、そして西国の毛利など各地で大名が割拠していた。義明の御所を整えた信長は、京周辺を安定させるため将軍の名において越前の朝倉義景に上洛を命じる。しかし再三にわたる上洛命令を義景は黙殺。その態度を危険視した信長は朝倉討伐を決断した。一方、織田家と朝倉家双方の盟友である浅井長政がどちらに味方するかは不透明なままであった。信長編第4章、流転金ヶ崎の戦い。信長殿、浅井との盟約には朝倉との不戦も含まれていたはず。やはり今朝倉を攻めるのは。私も考え直すべきだと思うわ。もしも長政が朝倉に味方すれば、一の立場も危うくなるもの。長政は天下一心の志を共にするものだ。この後に及んで俺を裏切ることはあるまい。だがもし俺に背くようなことがあれば、もはや長政と共に歩む道はない。それでも構わないと。いずれにせよ、天下一心の妨げとなる朝倉の存在は看過できん。お前も腹をくくれ、光秀。もちろんだ。上様、信長殿が越前に出兵するようでございますな。上洛せよとの上様の命に従わぬからだそうで。私は朝倉に上洛など命じた覚えはないが、これも将軍家の権威を立て直すためなのであろう。だとよろしいのですが、この先はあまり信長殿を頼りなされぬ方が良いかと存じます。とは申せ、私は織田に守られてここにいるのだぞ。下手なことをすれば何をされるか。上様は何もご心配召されますな。この三つ淵に少し考えがござりますれば。これより我らは金ヶ崎城を落とし朝倉を撃つ。まずは敵方の二つの砦を抜き前線を押し上げよ。来そうぞ。敵将、討ち取ったぞ。ここは引こうかあるまい。なんと見事な。お手合わせ願おうか。俺をうつけと侮ったか。ぜひ引かせていただこう。この戦、一で悩んではいないかしら。案ずるな、長政は俺を裏切らん。一が困るようなことにはなるまい。開門。俺がやる。よし、承知。この勢いで金ヶ崎城を攻めるぞ。この城を守る朝倉景常を討つ。かかれ。後輩を脅かされぬよう、まずは市場の天筒山城を落とすのが上策だ。くらえ。はっ、
先に市場を潰しておくのが定石だ。みんな金ヶ崎城より先に天術山城を落とすぞ。尋常に勝負いたせ。ああ、我が理想へとまた一歩。呪物は消えるが世の定め。聞かせていただこう。どうもご活躍、心強い限りです。迎え撃つか、いや、逃げるべきか。えい、とにかく門を開けよ、開門。俺がやる。敵将撃ち取ったぞ。耐えきれ、引かせてもらう。悔しいがここまでか。あなたの輝き何よりまばゆい。この俺を止めようとて無駄よ。俺を打つけと侮ったか。かなう相手ではなかったか。ああ、我が理想へとまた一歩。己信長、朝倉を攻めぬと浅井に訳したのではなかったのか。上位に従わず、いらぬ戦を招きながら今さら役上を振りかざすなど少子。まずは上場の戦果だ。あとは一条谷の朝倉義景さえ撃てば、幕府の意を借り己に従わぬ者を撃つ。信長殿は身勝手が過ぎます。開門。であるか義景様。まさか金ヶ崎まで出馬なされるとは。金ヶ崎はすでに落ちたか。出遅れだな。長政が来てくれたか。これで一息に義景を撃てるぞ。古き盟約に従い俺たちは朝倉に加勢する。織田信長を討ち取れ。勝利条件変更。このままじゃ信長様が危ねえ。向かってくる敵将を止めねえと。仲間さん、それがお前の選んだ道か。盲目なさい。浅井め、援軍かと思い油断したわ。救援攻撃。このままではすりつぶされるぞ。異物は消えるが世の定め。かなう相手ではなかったか。その技俺にも教えてくれよ。とえき切れ、引かせてもらう。敵将撃ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。開門。我々がしんがりとして敵を食い止める。信長殿と姫様は先に引かれよ。勝利条件変更。であるか。みんな死ぬなよ。武運を祈る。この戦、信長様さえ無事に逃げられりゃそんだけで御の字だが、
他の将が逃げられるかどうかも、しんがりである俺たちの働きにかかっている。敗北条件変更。いや、ついお相手いたす。どうもくなさい。敵将消し去りました。力及ばすか。いやはや、さすがでございますな。ああ、我が理想へとまた一歩。なんとか基地を脱したか。物は消えるが世の定め。ここは引こうか、アルマイ。信長は俺がこの手で撃つ。止められるもんなら止めてみな。お任せあれ。敵は見せであるか。あの人の首を狙っているはず。私が守らなくては。やっぱり親父は最強だ。これより先には進ませんぞ。あの人を逃がすのが私の務め。どきなさい。一旦引くしかねえか。だが俺は絶対信長に勝つ。逃がしませぬよ。であるか。あの様子ではこの先長政が味方に転じることはあるまい。必ずあの人と共にこの基地を脱してみせる。妙案が一つありますが、誰と手を貸してくれる者はおられましょうや。おもくなさい。ああ、我が理想へとまた一歩。わかった。信長殿の力になろう。ここの門を抜けていくといい。開門。承知した。そなたの英断に敬意を。約定一つ守れぬ信長殿に天下など託せるはずもありません。敵将討ち取ったぞ。力及ばすか。ここまでなのですね。よしかげを取り逃がしたか。しかし追い打つ余裕はないな。この俺を止めようとて無駄よ。長政様、申し訳ありませぬ。敵将討ち取ったぞ。あなたの輝き
何よりまばゆい。これで戦場を脱することができよう。開門。弁解なんてしないよ。私の命は長政様の志とともに。姫を守ることのみが俺が生かされた意味ならば、命に代えても果たし抜いてみせますよ。1、6、敵となった以上遠慮はいらん。ただし俺もお前らに容赦はせんぞ。位置を守れと命じたのは俺だ。お前がそれを果たそうというなら何も言うことはない。申し訳ありません。一度は救われたこの命、姫のために再び捨てる覚悟はできています。さすがに手強い。信長様、また戦場にて。開門。倒します。覚悟して。お任せあれ。終わらせましょう。異物は消え。この先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。一、お前に恨まれようと俺は止まらんぞ。異物は消えるが世の定め。ここまで来れば敵も追ってはこれまい。ええ、先を急ぎましょう。親父たちは戦場を抜けたみたいだ。よし、追いかけて護衛してやるか。まさか濃姫様が亡くなられるとはな。俺も一緒にいたってのに。クソ、俺の役立たず。信長様はだいぶ思い詰めてる様子だったが、大丈夫なのか。俺は信長殿を信じる。必ず立ち直り、天下一新に向けて再び歩み始めると。うん、俺も信じるよ。待っているぞ、信長殿。来たか、光秀。
お前にだけ伝えておきたいことがある。ああ、聞こう。俺は機長の仇を討つ。機長を奪った者をこの手で斬る。それは仇討ちのために天海神の歩みを止めるということか。そうなる。俺は新たな世を機長に見せたかった。花もすすけぬ世で機長を思うまま遊ばせたかった。その望みを刹那にして奪われたのだ。我慢ならぬ仇討ちをなすまで俺は前には進めぬ。信長殿、ただしこの仇討ちは俺にとって最後の情とするつもりだ。仇討ちさえなればその後は一切の情を殺し天下一心を果たすためにのみ生きよう。光秀、お前の力を貸してくれるか。愚問だ。俺は信長殿と志を果たすためここにいる。この先何があろうとも俺が信長殿を支えよう。